お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのスケルトンラッシュデッキ紹介していきたいと思います。今ね、このなんか新しいスケラデッキがもうめっちゃね入り始めてます。登場しました。というか今の環境を変えようとね、生まれました。まあゴブトリがね、超流行ってると。いうわけで、もうマルチマジゴブドリだらけなんですよ。で、そのゴブドリをぶっ倒すためのこのボンバーとダックプリっていうね、高回転なのに2枚もメタが入ってる。もうザ環境メタ。というね、編成ですね。で、このメガガーグルの枠がインドラのバージョンもあるんですけど、まあ、インドラだとやっぱ大型にはね、勝ちやすくなる。ですが、インドだと相手がね、小物。小物系とか、まあなんか、場合によってやっぱね、腐ってしまう。相手がエレキ持ちだとか。まあそういったのもあるので、まあ超安定を目指すならメガゴ。で、メガゴより防衛ちょっと苦手なっていう方とかは、インドラとかでもね、いいかなと思います。というわけで、海外のプレイヤーがね、これマジ使ってます。このサンドボックスってプレイヤーですね、今世界6位と8位、2アカで持ってってるんですけど、8000も行ってましたね。で、まあその方がね、このデッキ作ったのかな、わかんない。めっちゃ愛用してました。というわけで、やっていきます。レッツゴー。なんかね、まあこのマザネクがね、まあある程度今流行ってるんですけど、マザネクが流行ってる中で久々にこのスケルトンラッシュが使われててね、なんか僕はなんか嬉しいというか、僕はスケラ好きなんですよね。そう、あんま言ったことないというか、まあ、言う、まあなんか環境的にもそんな使ってないんですけど、まあ、マザネクいるからファイブ持ってても、ファイブ絶対打たないといけないっていうなんか辛い部分があるじゃないですか。そうだからあんま使ってなかったんですけど、これちょっとテスラ延命したいね。テスラがマジで結局強いから、こうテスラを延命してあげれば相手の人全部守れるよねっていう。そう、テスラ延命でね。そう、環境をメタルにスケルトンラッシュが生まれましたね。まあ、高回転ゴブドリーがロケット欲しいだったり、まあ、ボンバー入りだったり、まあ、そういったところで矢の雨採用ですね。矢の雨ね、最近めっちゃ増えてると思ってるんですよ。僕ホグをね、今すごい練習してる時なので、しかもロケット奉仕の。マジで迷惑なんですよね。矢の雨、ゴレ矢の雨、ラバ矢の雨、スキラにも矢の雨入ってきて、どうやって守るんだよっていうね、話なんですけど、矢の雨の処理高いですからね。雪玉とかザップとかすごい減りましたね。そう、雪ザップ使うぐらいなら矢の雨でいいよなっていう。やっぱ防衛で優秀なのかな。攻めでも、まあある程度は活躍しますし、そんな腐ることがない。相手がペッカーの時とか。うん、まあ、今回やりごばるから、一応打てないことはないっていう。そう、俺のなんか、ヘッポコアイゴレが。まあでもこう、無理してやっぱ攻める必要ないですよね。なんか、攻めれなかったらずっとこう守っとけば。おい!いやん、滝が痛い。さあ、で、今回の相手が、ペッカコカツっていうね。まあ、なかなかの一挙を引きましたけど、まあ、攻め方わかんなかったらずっとテスラ置いとっていいですね。基本的にはやっぱ、アイゴレスケラーだったり、ダークプリンススケラー、アイゴレメガゴスケラーとか。メガゴを後ろに入れたくてね、厄介だと思うんですよ。よいしょ。さあ、相手スケとやりゴブでちょっとだけ回転早いですからね。これもアイゴレ出して、スケルトンラッシュ打つでいいと思いますね。槍でね、防衛されるから、そこにはね、矢の雨打てるといいな。さあ、矢打つ。で、やっぱ回転がね、やや早なので、このデッキ。よいしょ。今こうやって攻めても、こっちサイド守れますね。で、アイゴレで蓋してあげてね。ここ最近の人ね、アイゴレが使われてるのはね、もしかしたら見たことないんじゃないかっていうね。気もする。マジでアイゴレって、今だと 2.6 ホグとかしか入ってないんですけど、前だとね、クロースもだし、なんだろうね。なんか本当にアイゴレは当たり前だったんですよ。高回転デッキね、アイゴレみたいな。今だとね、やっぱバルキリーとか、まあナイトとかが多いのかな。そんな気がしてる。で、これちょっとメガゴで溶かそうかなと思ってエレキやります。で、メガゴ来るのは分かってなかった。ラッキー!さあ、ここダックプリー。ボンバーがワンチャン後ろ振り向いて。いや、テスラもみんな優秀すぎん。というわけで、さあ、グッドゲームでございます。まあ、とりあえず回転がやっぱ早いので、まあ困ったら守っておけばいいですね。で、余裕あればスケル打つ感じで。さあ、よろしく。で、なんか、光栄とか、ゴルレムの光栄だとか、あとは、まあ、ラマの光栄だとか、光栄系はね、厄介だったら、アイゴルで逆サイに釣れるので、アイゴルはね、それがすごい強いんですよね。工場バーバリアンとかアイゴルだとできるんですけど、相手にユニットね、ペッカとかもこう歩かせられるんですよね。これがね、やっぱアイゴルの大きな強みでありますよね。まあ、軽い蓋っていうのもあるんですけど、光栄の時間稼ぎにね、めっちゃ優秀。さあ、ダークプリンス。いや、ダークプリンスも最近、ロイに、ドリルに、ね、スケラに、
本当に何にでも入ってくるぐらい強いですから、ラーバとかにも入ってますしね。ゴール、エレジャイ。そう考えたらめっちゃ強いな、ダークプリ。今、ライトニングだったから、まあ、エレジャイの可能性があるんですよ。だから今、スケール打った時にファイボが打てなくて、マザネクにね、一生無双されるのがちょっと怖かったので、スケールは一旦お休みだよねっていう。で、まあ、ベビドラ暇なしね。テスラで受けていきます。で、相手、どうなの？ダークプリベビー、ライトだったんで、でもベビドラなんですよね。基本的にエレジャイな気がする。いや、待って。多分、エレジャイですね。さあ、エレジャイ行きました。これはまあ、次のテスラが回るので、次のテスラで守りたいよね。で、マザネクなのかな？ベビドラともう一枚対空があると思うんですけど、そこの奥が今ちょっとわかんないです。あ、アイビズだ。古いですね。アイビズ型使ってますね、この方まだ。まあでも、エレジャイ自体が強いかな。これテスラ多分出さなくてもね、守れる気がしたな、俺。頑張れ、オッケーオッケーオッケー。テスラ出さなくても守れた。そして今回相手がマザーネクロじゃないから、スケラ打つのにね、いちいちこう、ファイボのコストがねえやって気にしなくてもいいのはね、でかいですね。さあ、こういうのも逆サイドにね、誘導しながら受けれるから強いよね。さあ、メガゴ。いや、スケラ打ちてえな。スケラ打ちたいけど、いつ打とうかなっていう。さあ、なんとなく逆サイドにプレッシャー与えてきます。で、これスケラ詰めてばいいと思うけどね。これだけできついと思う。なんならメガゴとか追加してあげたらね、なんかおしゃれじゃねっていう。いらんかったかな。いや、でも、めっちゃ入ってる。まあでも、タルだからね、ある程度は抑えられちゃいますね。で、もし、ここのね、テスラにライトニング来たら2周目っていう、来なかったのは嫌ですけど、まあそんなコストもねえよなっていう。つやなめ、やなめ強っ。いやー、入るか。まあまあまあ、でも相手のタワー気づけば500。何があった？メガゴか。メガゴが悪さしたのかな。で、ここはテスラもね、置いてあげて、よいしょ。さあ、ボンバーが2コストは思えないほどの防衛をね、見せてくれます。いや、マジでこれね、そこそこ軍団って言ったらすごいね、ユニットたち申し訳ないんですけど、もうスキル打てば勝てるんじゃねっていう。これ2コスダックプリ、2コスのボンバー、ダックプリメカゴって、圧倒的になんかこうぶっ壊れ力がないんですけど、まあボンバーは僕はもう今ぶっ壊れだと思うんですけどね。だから、こう、まあなんか、マザネクみたいな、エレジャイみたいなぶっ壊れ感はないものの、マジ化け物級に強いですからね、本当に。そこそこにこの、まあ、ある程度強い奴らの集まりはね、まあ当たり前に強いよねっていう。さあ、ライトニングで打たれても、まあそんなん知らんよねっていう。さあ、最後はもうアイゴレプラスね。これ絶対タワーのターゲット取れるので、まあ端前ゴボールとかで止められたら、まあ取れないですけど、まあこの辺はね、強いですね、本当に。相手が攻めてくるタイミングで、やっぱ高回転だからこそ、逆サイドね、スケラで攻めたりとかもできますので、結構両サイ攻めもね、ありなデッキになってますね。よろしく。まあ、スキラで両サイド攻めるって、まあ、珍しいですけど。まあ、ボンバーさえいれば、みたいなね。ボンバーいれば何でも守れちゃうよねっていう。さあ、困ったらテスラ置いていきますけど、ディガーですね。まあ、ディガーか。ちょっとレアだな。まあ、ラバーであったり、まあ、高回転の。まあ、ディガー削りとか。エレキか。エレキディガー。エレキディガー。ジャイかな。ジャイ、あー、メガナイトでしたね。で、これテスラは延命しないといけないですね。結局、本当に。テスラで、どれだけね、溶かせるか。テスラロワイルです。これ嫌でいいな。うい、ちょっといろいろ焦ったっすね。ヤナメね、ミリ残りのユニットとか、あとはファイボヤナメっていう組み合わせも強くて、ファイボヤナメでダークネクロをコウモリごとね、すべて処理できたりだとか、あとはライドラもね、処理できたり。ファイボヤナメっていうスペルはね、めっちゃ万能なんですよね。よいしょ。さあ、なので、大型でね、形組まれたとしても、まあ、なんとかなるね。ファイボヤナメあれば。よいしょ。さあ、まあ、小屋ですね。まあ、メガナイト、小屋、ディガー。ムート入ってるかもね、このデッキ。なんか、見たことあるな、こんなの。さあ、拾いたい。スケラは、今、エレキとメガゴ、メガナイトか。いや、打ちてえな。打っていいんじゃない？ちょ、打っちゃおうかな。で、メガゴとかつけといてあげると、ここのね、相手が今、スケルトンラッシュを絶対対応するんですよ。まあ、あ、ポイズンですね。で、この間に、このメガゴでね、相手のメガナイトを対処できるので、カウンターをね、もうこの時点で防ぐことができる。だからこのメガゴっていうのはね、こういう、なんていうんですか、カウンター防止とか、まあ、とりあえず強えのよ。
本当に。ダクプリメガゴスケラとか、アイゴレメガゴスケラとか、とりあえず、メガゴが飛んでるだけで、相手のカウンターのね、やつを全部ね、なぎ倒してくれるので、とりあえずメガゴつけときゃなんとかなるっていう、本当に。さあ、とりあえず、カタチ君、もうスケラ打てますから、ね。で、ここで、だからスケラ打ちつつ、もうメガゴ出してくればいいんですよ。で、メガナイトで踏まれるのかな、回ってないのかな。メガゴがいることによってね、世界変わりますね。本当に。で、まあ、ここは、一旦ね、カウンター来そうなので、テスラ置いて。まあ、めんどかったら、ファイボ。まあ、テスラ置いてるから、別にファイボ打つ必要もないかなと思ったんですけど、あ、まあ、テスラこれやってくれますね。よいしょ。さあ、スケルトンラッシュ打ちたいけどな、これどうしようかな。一旦落ち着いてもいい気がしたな。メガゴ。で、テスラですね。本当に大事。テスラ置いとくだけで、事故がなくなる。一回様子見もできますしね、ここの。ここはアイゴレでこのメガゴ対決を延命してあげたいよねって。相手のこの高めメガナイトもちょっと上手いですね。警戒が、警戒すごいされてるっていうのがわかるんで僕も。エレキちょっと邪魔だなーとか思いながら、ファイボでやって、まあファイボだけね。まあヤームとか一応。ちょっとだけ怖いね。ちょっとだけ怖いよ。でもボンバーと、オッケー。いや、ボンバーそっちじゃねえ方を攻撃してほしかったな。これちょっとだけやばい。メガゴで一発一発、オッケー。いや、これスケラ打たないとダメージがちょっとずつ追いつかれそうな気もするんですけど、打つのがやっぱ怖いね。なんかメガナイトと、なんだっけ、ムートとかあって、カウンターがね、いっぱいいるからな。さあ、これ、ボンバーと、この、後ろに下げるような、はい、これで範囲でね、やっつけれます。いや、でかいね。まあ、ですが、この相手の高めのムートもちょっとうまい。テスラ置いとくか。で、相手ポイズンだったんでね、ポイズン削りされるよね。はい、される。でも、ポイズン使ったよねっていう話。でもね、メガゴの HP が結構ミリなのが嫌だけど、行ってもいい気がした。ここで本当はもう一回ね、あー、相手の今のウッドで、アイゴレがね、下がったことによって、メガゴにタワーのターゲット行ってるんですよ。あ、でもめっちゃ入るな、スケラって。スケラっても入るかどうかだって運ですからね。あー、入りましたね。え、これ矢波落ちるよね。おーい、ナイス。さあ、スケラのね、もう脇めっちゃ良かったですね。というね、まあ防衛マジで硬いので、自分が攻めなければ。困ったらほんとずっと守っておけばいいです。さあ、よろしく。で、まあ困ったらマジ逆サイドに振るのも大事なので、そう考えたら本当にね、弱点は少ない気がする。うわ、コカッちゃん待って、レアだ。コカッちゃんだな。まあ、やめあったな、俺。さあ、プリン、ボンバー。いや、コカッちゃんな気はする。これ延命されるかな、バルキリーとかで。まあまあまあ。さあ、基本的にやっぱね、トルネとか、そういう警戒でね、来ますから、そういうのボンバーとかね、こういう、ユニットで処理できるのはでかい。今、ギャング咲いたから、これスケラ打っていいですね。ギャング咲いた時にスケラ打ったら、最悪攻めスペルなくてもいいっていう。よいしょ。ナイトだけだと、意外とダメージ通ります。あ、でも LSP か。LSP はね、めっちゃ優秀です。スケラ受けに。9体のスケルトンね、やっぱ対処してくれるので。ここはまあ一応ゴブリンバレルぐらいかな。ボンバー置いとけばなんとかなるやろって。さあ、ダークプリ。これはどうやって受ける？いや、これボンバーで後ろ。うや、でかい。いや、マジ強え。ニコスっすよ、これ。ニコスとは思えねえよな。今、ギャング使ったら、マジ、ギャング使ったらね、スケラ、あの、位置が悪いのは許してね。スケラマジで止まんないっすよ。ほんとに。あのプリンに、まあ、打たなくてもいいか、って思った。いや、でも LSP が強いな。うん。LSP でほぼほぼ抑えられてる。で、忘れた頃にやってくるヤナーメね。で、ここはボンバーで、まあ一応僕は左サイドを攻めてますので、こう左に攻めるボンバーでね、プリンを対処していきます。いや、ボンバー強えな、お前マジで。個人的な今、下方すべきなのは、マジでテスラボンバーあたりだと思うんですよ。まあ、あとはゴレ、ダクネ。ダクネがあんま、ちょっと好きじゃないという、個人的な部分があるんですけど。よいしょ。さあ、これは、ダークプリンスが先行してしまう。一回置きます。一回置きます。で、ここで、テスラを置いたことによって、あれが来るかもしれない。ピューってくるかもしれないんですけど、まあ来たら来たで
まあ、ぶっぱしましょうぜっていう。で、相手のプリンに穴目も打ちたいしね、どうしようかなっていう。まあ、あそこのプリンなら無視でもいいか。さあ、で、ギャングに矢を打ちたいね。ギャングに矢を打ちたいが、そうはさせてくれない。いやー、LSP カバーがうまい。いや、でも、ダクブリが走れ！ナイス！で、一応ね、バレるように。もう、ボンバーいれば、本当にゴブリンバレル守れちゃうんで。うい。いや、いいね。いいよ。で、矢の雨が気づけば回る。やばい。これやばい。いや。いや、いい、いい、許容。で、ま、なんなら単体？なんなら単体で、ボンバーと、あと、矢の雨とかでいい気がしたな。いや、レシピ使ったよ。そしてこのボンバーがね、意外といいの。これボンバー受けないといけないのでかいからな。で、一応、端前プリン警戒。で、今来たらファイバー防衛でいいな。あれ、矢の雨5とかで落ちそうな気もするんだよね。ちょっと暇だからダックプリン流す。端前プリンだけはね、やられたらあかん。諦めたんかい！なんだよねん。さあ、グッドゲームでございます。いやもね、やっぱ程よくいい味出してますよね、本当に。さあ、よろしくお願いいたします。まあ、矢もあるからね、ラバ系にも戦えるし、マジで弱点本当に少ないですよ。まあ、ライトニングとかかな。硬いユニットしかいないから、まあ、相手がライトニングデッキだった時に、まあ、結構大変な気はする。それぐらいか。ライダーも最近いませんからね、全然。よいしょ。さ、ボン、ヤザボンです。んボンバー俺のだ。ヤザってことは、まあ、ラバとか、まあ、ジェイプラススケルトンラッシュとか、ダクネか。全然違ったな。まあ、ゴレなのか。そしたら。来ましたね。やつが。ゴレヤナメザップでしたね。これでも、ダークネクロ、ぶっちゃけヤナメファイブル溶かせるんですよね。これメガゴガワンちゃん来いっていう祈りもね。いや、ホバか。ホバ。いや、もうゴレクロ？でもゴレクロってヤザじゃないんですよ。ヤザ？いや、あれですげえな。もうここでミニペッカ追加。いやー、おーおー、いいよ。いいよ、いいよ、いいよ。なんか、まあちょっと、オリジナリティがあるゴレなのかな。さあ、トリトン、ホバー。なるほどね。なメガゴは、ホバリングに当てて、まあダクネプラス、まあ何かに、ヤナマメファイボでも持っていけるといいかな。で、ミニペッカの受けが、もしかしたら事故るね。うん、アイゴレとダックプリちょうど冴えたり。本当にごめんなさい。お前、初めてかも、動画内で初めてゲップが出るっていう事件。しかも、喋ってる最中に。待って、あいつ何も飲んでないよ、コーラとかも。さあ、ここはね、ボンバーで溶かしたい。ボンバー、ゴールも溶かすしさえできれば、紅葉はなんとかなるんですよね、マジで。紅葉はね、矢の雨ファイボ、矢の雨あるからね。で、そんぐらい矢の雨優秀。こういうのだってファイボなしで、よいしょ。いや、マジで強い。で、ここのね、ミニペッカがマジで強い。あ、やばい、うまい、その、ああ、オーシャンティーズアップ決められる。流れがね、やや悪。やや悪です。で、ホバトリトンだったな。ただでも、ダックプリスケラこれぶっ刺さるっすよ。いきます。ケツゴレとかぶれ。祈り。いや、かぶりはしないが、ダークプリンスとかぶる。あやべ。やめてやめてくれー待ってくれあ、でも、オッケー。ミニペザいたら、多分スケルトンラッシュ来ないんですよ。スケルトンラッシュ、それ俺。あれだ。名前忘れたもん、ゴレ。ゴレが来ないから、いや、でかいでかいでかい。今のはマジで救われた。相手がね、今のあれもう無視して、その、攻めてきてたら、ちょっと怖かったな。いやー、これもちょっとだけ怖いね。これでももう一回ダックプリスケラすれば、みたいな。相手、スケラの受けがきつそうですね。よいしょ。さあ、ダークプリンスが光栄をボコボコにしてくんねえかな。よし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 、いいよいいよいいよ。いや、いいよ。ダックプリー、いいなー、マジで。この、安定感っていうか、4コスでとりあえず、攻めでも活躍してくれるし、防衛でもまあまあ、ある程度は活躍してくれる。さあ、メガゴ残ってるところに、スケラ。やばい。相手の、オシャンティな攻めが。あ、でもこれ、メガゴがね、バカ優秀。オッケー勝ちましたね。そうなんですよ。で、まあ、そこそこ軍団デッキ、マジでね、使ってみてください。安定感が違いますね。さあ、これ勝てば12勝でございます。
ちょっとインドラ型を僕はまだ使ったことがなかったので、インド型もねちょっと使ってみようかなと思いました。だから大型引いたらめっちゃでかいね、もうインド無双でも高回転引いたらマジでインドラね腐るんで変えなきゃよかったって話になりますね。さあディガホバラバじゃないこれ、まさかのインドラ神採用来た説あるっすけどね。これちょっとタゲ取れないのでテスラでいきます。え、小屋小屋小屋、いやわかんない、ちょっとわかんないな、まあ、ホバー五分小屋、まあ小屋小屋でもディガー入んねえからな、普通にラバ掘り、ラバ掘りですねってなったら、俺インドラ採用噛みすぎんっていう話ですよこれ。だってインドでラバとかしてヤナメ打つだけみたいな、いや相手はここでねガン無視できました。でアクリでかいよこのダメージでも、どうしようかな、メガゴからを溶かす作戦にしようかな。じゃあはい、これで位置をずらして、でホバ来たらテスラ、もうホバ来てないけど、いやヤナメあるから、いやここ受けるか一応。インド強えなあ、多分ねヤナメ型なんですよ、だからザップとかねえから、いやえぐくねなんかインドラねスナイプしたグラチャルでたまたまスナイプしたみたいな、いややばいよねっていう、まあインドだとマジで大型には圧倒的勝ちやすいと思う。別にメガゴでも普通にメガゴでラバとかしてテスラメガゴでラバとかしてヤナメ打てばいいから全然普通にね戦えるし、なんなら勝てると思うんですけど、まあインドだともっとそれが楽になるよねっていう。まあこの小屋はねなんか嫌なんですよね、でも嫌がね、小屋がホバーとかにもねファイブ落ちたいから、まあホバーは最悪メガゴでもいけるか。さあここは許容して次のいっぱい来るやつらを抑えたい。でマジインド出せば、あいつ多分ヤナアメだからマジ無双なんすよね。で暇だからダックプリ出して、ああそういう感じっすね、それはもうね。おお、そしてテスラ、テスラ読みか？でもこれ行きまーす。サクスちゃん、サクサクサク。そしてテスラこれ反応しねえな。あ、いやでもダックプリだけでタワー降りましたねなんと。だからラバー出された時にこれもデッキによってすごい立ち回りが変わってくるんですけど、まあ、こういうデッキはインドテスラヤナアメ、メガゴ？メガゴねえか俺。なんでメガゴの話したんださっき。まあ、インドテスラあたりがあれば守れるわけですから、毎回ねダックプリとか逆サイドにやって。相手に防衛コストを使わせるとよりねインドラだけで抑えるとかが楽になるので、よいしょ、逆サイ単体ダックプリの攻めはねすごいいいと思いますね。トリトンとかでもねああいうのやっていいと思います、ね、さあこれは神相性引きました、グッドゲーム、アドボス12勝というわけでね、最後はマジの神相性でした。宝箱引いていきます。まあおこれまだね乾燥してないからいろいろ欲しかったですが、まあまあまあごちそうです。はい、というわけでこちらのねちょっと高回転な、まあ最近にはなかったようなデッキがね生まれたので、ぜひねインドラでもメガゴ型でも試してみてください。本当に使いやすいと思いますし安定感がねあると思います。よければチャンネル登録高評価もねよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした、またね。